石巻市立病院は、石巻市が運営する公立の医療機関。1987年4月13日、旧北上川川口付近の石巻市南浜町1丁目7番25号に設置された石巻市や環球館センターが診療を開始したが、2時及び3時、救急医療の充実のため、1998年1月7日に、同センター隣接地に、 当院は開院した。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う津波により、当院及び同センターの1階は浸水して使用不能となった。その後、当院所属の医療スタッフは避難所等を巡回診療するなどしていた。同年4月7日、石巻市立病院仮診療所同志日よりが丘一丁目の 石巻市役所級第四分庁舎に開設し、外来診療を再開した。ただし、設備が不十分であるため員への紹介が主な業務となり、患者は減少。隣接地に、同年12月1日、仮設石巻市や環球館センターが開設されたため、夜間診療も休止。2012年2月末に仮設診療所は閉鎖した。震災前にいた、 勤医二26人は診療規模縮小に伴って単位に順次移ってもらい、同年4月時点での所属医師は院長1名のみとなった。同年5月31日より約1900戸の仮設住宅が集積している改正地区に小松製作所が無償提供した建物を使用して開設された石巻市立病院改正課に診療所が診療を開始した。 改正仮診療所は2019年5月31日まで診療業務を行った。2016年9月1日、新病院が病床数180床に規模を縮小して、石巻市役所に隣接する JR 石巻駅前に開院した。石巻市屋環球館センターは、三陸自動車道石巻小長 IC に隣接する石巻赤十字病院の敷地内に移転。 再建される。東日本大震災発生から約1ヶ月半後の2011年4月25日に北東側から撮影した石巻市立病院。ありがとうございます。